はいどうも、トシです。イェイ。さあ、今回は、道の駅シリーズをやっていきたいと思います。今回やってきたのは、青森県青森市、道の駅浅間市温泉、湯佐浅間市です。ここはですね、周りに温泉がたくさんあります。そう。この道の駅の中にも温泉があるんです。今回は、この道の駅湯佐浅間市を調査していきたいと思います。それでは行ってきます。こちらは湯佐浅間市です。こちらね、国道4号線に位置しており、向こうにはね、浅間市サンセットビーチがあります。湯佐浅間市の展望浴場は5階にあります。残念ながら温泉の中はね、撮影ができませんでした。で、浴場からも、この待合室からもね、この浅間市の湯島青森湾が一望できます。お風呂から上がってまいりました。ちょうどいい加減でめちゃくちゃさっぱりしました。風呂上がりはいつもこのコーヒー牛乳を飲むのがね、お決まりです。ああ、今新宿か。風呂上がりにはもう一つソフトクリームをいただきます。今回いただくのはカシスソフトです。カシスね、この味がね、染み渡っています。続いては特産品コーナーを紹介します。ホタテあったり、こちらとろろ昆布が置いてあります。で、こちらが湯佐浅間市オリジナルレトルトカレーです。290円と超安いです。そして浅間市といえば大人気クジラ餅、イタカリンと。昔ね、長いクジラ餅店で販売されてたのですが、今は菊屋餅店のクジラ餅が販売されております。で、こちらはホタテを使った商品です。ホタテ釜飯やクリームにホタテ味噌汁、隣平内町のね、取れたホタテがね、販売されております。で、こちらはガゴメ昆布茶、まあ、とろろ、そしてしじみの味噌汁があります。で、こちらはマグロですね。マグロを使った、まあ、珍味だったりね、そして調味料も置いております。で、粗磯のり、ウニ、数の子で、猫ぶだし。で、こちらは道の駅限定の津軽のお酒です。6種類あります。エフリ、アルフリ、ヨタフリ、ネタフリ、シアネフリ、オベダフリと6種類あります。
ちらもね、青森ならではの地酒が置いてあります。亀吉、ジョッパリで、この下にはワインがあります。で、こちらがわさび茶漬け、黒ごまきな粉、エゴマパウダーといったね、特産品があります。そしてこちらもち麦スープ、あー、これも気になるな。そしてのっけ丼、のっけ丼茶漬け、これも気になる。で、こちらが味噌、6種類置いてあります。で、この下になめたけもあります。で、こちらはユーサー市場です。旬の野菜や海産物を買うことができます。今回は津軽弁のお酒、それは、おべだふりで、くじやもち、ゆうさ朝飯オリジナルカレーを買ってきました。さあ、これからもう家に帰ってね、ご堪能していきたいと思います。特にね、このくじやもちはね、朝飯では有名です。この菊屋製菓ですが、このユーサー朝飯でしか買えないクジラ餅になっております。そしてこちらのね、ユーサカレーはユーサー朝飯オリジナルであり、青森県産ガーリック豚を使用しております。この津軽弁のお酒もね、気になりますね。どんな感じなのか。おべだふりっていうのは、まあ、要は、覚えたふりですね。下かぶりっていうことです。これが、家に帰って飲んでいきたいと思います。ユーサー朝飯、食堂もあったんですけど、現在は、テナントを募集しているようで、まあ、これから、まあ、レストランオープンしたら、行ってみたいと思います。まあ、温泉のある道の駅いかがだったでしょうか。そこからね、青森湾が見下ろせて最高に気持ちよかったです。皆さんもぜひ行ってみてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。